皆さん、おはこんばんちは。YouTube 生命判断スガッティチャンネルのアシスタントとしてオープニングを担当しております、エケコちゃんと申します。今日もよろしくお願いします。こんだけ。スガッティチャンネルは見るだけで楽々生命判断を覚えられちゃうっていう動画なの。ご覧いただきましたら、いいねの高評価ボタンと必ずチャンネル登録をお願いします。皆さんもテーマにしてほしい、占ってほしいようなリクエストとか、あとは生命判断に関するご意見やご感想、そしてエケコちゃんに関するご質問もコメント欄にて受け付けております。これ3回ぐらいやれば慣れると思ったけど、ちょっとまだ慣れそうにないみたい。もうスガッティもこの間ね、自宅で編集作業していると隣の部屋の家族にエケコちゃんの声聞かれてしまったみたいで非常に気まずいって言ってました。もうスガッティ文化生の皆さんも早くエケコちゃんに慣れてくださいね。こんだけ。さあ、今日取り上げますテーマは4年前のピョンチャンオリンピックの頃に投稿した占いコラムで、ピョンチャンオリンピックの注目選手を一気にたくさん占って検証したコラムがあったので、そちらを皆さんと一緒に読み返してみたいと思います。4年経った今読み返してみても、まだまだ現役で、しかも未だにメダル候補の方々ばっかりでしたので、最後までお見逃しなくご覧ください。それではスガッティにつなぎたいと思います。スガッティお願いします。現場からは以上です。はい、エケコちゃんありがとうございます。それでは本題に入りたいと思います。今日はですね、いよいよピョンチャンオリンピックが始まりますって書いてあるんですけれども、これ4年前にね、ピョンチャンオリンピックが始まる直前ぐらいに更新したスガッティの占いコラムなんですよ。ほら、4年前ってスガッティまだね、 YouTube チャンネル開設してなかったですから、アメブロで占いコラムだけやってたんですよ。ところが今読み返してみても、このね、ピョンチャンオリンピックの頃の注目選手、未だにメダル候補というか、メダルが期待される注目選手なんですよ。だから全然色褪せないこの4年間なので、流用しちゃおうかなってことでね、今日はその4年前の文章のままお届けしてみたいと思うんですけれども、すごいですよね。4年経ってもまだ現役っていうかね、その一線級で戦ってるっていうのがすごいことですよね。アスリートってね、本当に大変だと思うけど、頑張ってほしいですよね。はい、それでは読み進めてみましょうか。日本代表選手の中から特にメダル候補と期待の高い選手をピックアップして画数を検証してみましょう。継承略です。件数が多いので基本的に総画のみ診断ですって書いてあります。なお、羽生結弦選手をはじめとするフィギュアスケートの選手たちについては、以前こちらのコラムで一挙紹介しましたのでご覧くださいって URL が貼り付けてありますけれども、まあスガッティチャンネルでもね、前回前々回ぐらいで、羽生結弦選手とか、あとはその他のフィギュアスケート選手たちを特集してみましたので、ぜひご覧になってみてください。非常に非常にとっても興味深い結果に、スガッティ自身もとても驚かされました。はい、それではですね、今日はちょっと人数が多いのでサクサクいっちゃいますよ。スキージャンプ高梨沙羅選手48画ですね。大和なでしこ数48画です。女性には特に20丸な上げま数ですね。運動神経の良い19画と、あ、29画もね、これ運動神経の数字ですね。19、29。そしてアスリート数27画も持っています。万世型なので、次のオリンピックでもまだまだ現役で活躍できそうですって書いてある通りですね。もう、4年後のね、今回の北京オリンピックでも前回優勝候補です。はい。頑張ってほしいと思います。サラちゃん応援してます。続きまして、スキージャンプの笠井紀明選手ですね。38画です。万世型のお姉数38画と言います。総画は女性的な守りの数字ですが、まあ、殿様数21画とか、海外でのね、国際大会などで運気が味方する15画、そして俺流の23画は、この2020の東京オリンピックで金メダルを獲得した選手がとても多く持ってた数字ですね。あ、15もそうですね。15、23、この辺は、あ、38もそうだよね。15、23、38。この辺はですね、東京オリンピックの金メダリストがとても多く持っていた数字でございます。あとは、スペシャリストの17画と、男らしい奇数に支えられて、10と5のバランスが絶妙でございます。17画は松坂大輔、大谷翔平、一郎、古田敦也など、他に類を見ないトップアスリートたちが、どこか一つは持っているというね、超スペシャリストの数字でございます。なんか、葛西選手は、今回は、代表選手には選ばれなかったんですけれども、フジテレビのコメンテーターとしてね、活躍されるそうです。
代わりにというかね、今回は小林陵侑選手がスキージャンプではとっても注目なんですよ。まあ、この4年前はね、小林陵侑選手は取り上げてなかったので、ぜひ次回の動画あたりで、ちょっとね、姓名鑑定取り上げてみたいかなと思っております。乞うご期待ください。続きまして、スピードスケートの小平奈緒選手、31画でございます。フィギュアスケートの選手に最も多い美しさを追求する31画でしたよね。これは、羽生結弦選手の占った動画で取り上げました。判断力や実行力の3系列と、体力勝負のフィジカル系8系列を2箇所ずつなので、スピード勝負の競技には最適でございます。あ、そうですね。13、23、8、18の31画なんですね。本当ですね。吉数揃いでございます。あ、今回はっていうか今回もオリンピックのアスリートに関しては女性の選手も結婚運恋愛運には大凶数のね、下げ満数、例えば23画とかありますけれども、この辺は不問にしてます。仕事運は大吉なので、仕事運は大吉、恋愛運は大凶っていうね、ちょっと吉と凶が、両極端なね、こういった下げ満数に関してはちょっと仕事運にだけ、ズームインして、お届けしますので、恋愛運が大凶とかっていう部分はちょっと不問にさせていただきますね。はい、続きましてもスピードスケート高木美帆選手ですね。あ、小平奈緒選手は、金メダルを獲得しましたよね。で、高木選手も、金メダルです。残念ながら、笠井選手や、ね、高梨沙羅ちゃん、金メダル逃してるんですよね。今回、高梨沙羅ちゃんは期待して、ぜひね、皆さんも応援してあげてやってください。スピードスケートの高木美帆選手、29画です。女王様数29画です。小平選手と同じく、素質や才能に影響する内角の位置に、スピード感の13画。あ、本当だ。小平選手と同じですね。スピード選手の13画と、そして逆境に強い16画、海外で運気が味方する15画の組み合わせです。本当だ。15、16の組み合わせっていうのは本当にオリンピック選手でも金メダリストにとっても多いですよね。今回も金メダリストたちを集計して、どの画数がね、一番活躍したのかっていうのをですね、夏のオリンピックと同じような計算式でちょっと集計してみたいと思ってます。しかも、高木美帆選手アイドル数3つ持ってんじゃん。13、15、16全部持ってんじゃない。すごいですね、これ。パーフェクトです。素晴らしいですね。嬉しくなっちゃいますね。気になるのは報道を見てますと、たまに、はしご高の高木美帆と、ね、これ、はしご高を用いているのを目にしたりします。それだと、ちょっとね、ギャンブル依存の30画&天地同画という、実績も、財産も全て失う最悪な数列ですから、もし高木美帆選手を知る方が読んでくださっていましたら、ぜひとも、はしご高を使わぬようにと、お伝えお願いします。続きまして、パシュートの高木、奈々選手ですね。お姉ちゃんの方ですね。39画。まだ9系列同士の姉妹なんじゃないですか。すごいですね。高木美帆選手のお姉さんですね。金メダルを取りました、パシュートでね。底力数39画でございます。実は姉の高木奈々選手もはしご高で表記してしまうと、変人パフォーマンス40画で、突然死の数字ですから、絶対に、こちらのね、はしご高じゃない、普通の高木奈々で貫いてほしいです。高木奈々選手と知り合いの方いらっしゃいましたら、ぜひお伝えください、とのことなんですけども。ただね、どっちかっていうと、お姉ちゃんの方は、ちゃんとっていうか、この普通の高木奈々、高の字を、表記してるケースが比較的多いみたいです。妹さんの方は、美穂さんの方は、割とね、はしご高使ってるケースが、ちらちら見受けられるんですよ。ちょっとこれ気をつけないといけないですね。はい。続きまして、ノルディック複合渡部暁斗選手ですね。48画です。高木沙羅選手と同じく晩成型の48画です。晩成型だから、渡部選手、なんと今年で何歳だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、またね、これ5大会連続の出場になるんですよ。ね、晩成型の48画ですから、今なおね、もう実力が伸びしろまだあるって感じですよね。素晴らしいですね。男性アスリートにはやや控えめすぎて、ちょっと優しすぎちゃう画数なんですが、48画はね。ただ、先ほども言った、松坂大輔、大谷翔平、一郎、古田敦也、そして、笠井紀明と同じスペシャリスト数17画をね、ここに持ってますんで、誰にも真似できないような得意技で成功したりします。まあ今のところ、ピョンチャンとソチで2大会連続でね、銀メダルを獲得されてるんですよね。ただ、金が取れてないので、やっぱりね、この金が取れてないっていうのが、この4年間、北京までのモチベーションだったんだと思うんですよね、きっとね。だからぜひ、この北京ではですね、雪辱を晴らしてほしいと思います。よろしくお願いします。応援してます。続きまして、ハーフパイプの平野歩夢選手ですね。平野選手も、これ2大会連続で確か銀メダルなんですよ。金が取れてないんですよね。ショーン・ホワイトがいるから。ショーン・ホワイトは強い。ただし、今年の北京オリンピックは圧倒的日本勢が強いんですよ。もしかしたら、1、2、3フィニッシュが本当にね、夢じゃないんです。
どうしてかっていうと、もちろんね、平野歩夢選手、優勝候補ですよ。2大会連続銀取ってますからね。今回まだまだ、まだ若いんですよ。確か20、ごめんなさい。詳しくないんだけど、25ぐらいだったかな。ごめんなさいね。間違ってたらちょっと、コメント欄の方で訂正してください。だけどもね、平野選手の他、もう一人、平野選手っていうのがいて、まあ、その、兄弟でも何でもないらしいんですけどもね。もう一人ね、平野選手っていうのが優勝候補でいて、そして、一番の優勝候補が、戸塚優斗選手っていうね。はい。なんと、平野歩夢選手よりも、金メダルが期待されてる選手なんですよ。だから、次回の動画ではね、その戸塚優斗選手と、あとほら、スキーのジャンプ、これで、優勝候補になってる小林陵侑選手。この二人をですね、ぜひ取り上げてみようかななんて思っております。あともう一人の平野選手もちょっと取り上げてみようかな。ね、ハーフパイプの平野歩夢選手をちょっとこんなさらっと取り上げるのがもったいないぐらいなんですけれども、まあね、実に37角。自分に厳しいストイック数37角です。体力勝負のフィジカル数18角と、運動神経の19角、殿様数21角の組み合わせで、体力、精神力、センスも兼ね備えております。そしてもう一人37角が、モーグルの堀島行真選手。もうね、堀島選手、前回もメダル候補だったんですけれども、今回がすごい。今回は間違いなく、まあ、金メダルを期待しすぎちゃうと、ちょっと、なんか、申し訳ないから、でも、間違いなく、表彰台には上ります。はい。銅メダル以上はほぼ確実と言われてます。でね、この間、夜のね、あれは報道ステーションかな？報道ステーションで特集されてたんですけども、すごいんですよ。ほら、モーグルの選手でしょ？だから、もう素晴らしい身体能力で、で、モーグルの練習以外にも、ほら、雪の降ってない時期はね、床体操とか、すごいんですよ。ムーンサルトみたいなのしちゃって、あとはね、フィギュアスケートとか、こう、くるくるってさ、2回転とかして着地しちゃうの。すごくないですか？フィギュアスケートの選手でもない人が、回転、ジャンプできないでしょ。だから体幹が素晴らしいんですよ。あとはね、パルクールとかもすごいんですよ。だから、もしかしたらパルクールでも夏のオリンピック狙ってんじゃないかなとかって思っちゃうぐらい、もうね、いろんなスポーツにトライして、そしてそれをモーグルに活かしてるんですね。それが、この今シーズンの結果に出てるんですよ。すごいの。表彰台率が 100% です。今シーズン。すごいでしょ？もう、大会に出れば必ず表彰台に上ってるんだそうです。まあ、オリンピックにはね、魔物が住みますんで、前回の平昌オリンピックもね、ちょっと表彰台は逃してしまいましたけれども、今回は大いに期待していいんじゃないでしょうか。続きましてが、スロープスタイルビッグエア、鬼塚雅選手ですね。平昌オリンピックではね、優勝候補に挙げられておきながら8位となってね、涙を流した鬼塚選手だったんですけれども、実はね、この北京オリンピックに関して、アメリカの大手データ会社、グレースノートっていうね、会社が発表した、この、各国の金メダル数っていうかね、メダル数の予想を立ててるんですよ。アメリカの大手データ会社が。それで、そのデータによりますと、日本の、この北京オリンピックからの金メダル数、予想が、実はね、たった3個なんですよ。3つって少ないでしょ？もっと言ってると思うんですけどね。ただ、まあ、そのね、三つの中のうちの一つが鬼塚雅さんなんですよ。だから世界が認めてるんですよね。はい。ディフェンス力、守備力の高い35角です。ビッグエアと守備力の関連性はちょっとわかりませんが、国内よりも海外での活躍に向いている、示し遂げた5系列が2箇所ありますので、実力以上の成果を発揮できるんじゃないかなと思います。あ、本当だ。25角、23角。この23、25。これもね、東京オリンピックで金メダルを獲得した選手たちが多く持ってた数字ですよね。はい。あ、このモーグルの16、16もそうですね。生間選手もね。はい。みんないい数字持ってますよね、ほんとね。はい。そして、ハーフパイプの小野塚彩奈選手ですね。49角。で、この方は、もうね、今年かな、出産、去年結婚出産したのかな、今年かな、今年じゃないね、今年まだ1月だもんね。去年、もうね、結婚して出産されたばかりなので、ちょっと大会には多分出場はされないんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあ49角はアドベンチャー数です。ただね、ちょっと今回は恋愛運結婚は不問ですとは言いましたけれども、まあ、小野塚選手、ちょっと今大会には出場されないということなんで、あえて結婚されたということなんで、お伝えすると、このね、24はこれ三角関係数でしょ？でもまあ三角関係数はともかく、これ24は大吉数だからいいんだけど、家庭運に別れの象徴22角、そして女性の総角49嗅覚はこれスピード離婚数って言って、とにかくスピード離婚が多いんですよ。だからね、ちょっと小野塚選手、選手生活にね、復帰しようとかっていうことよりも、まずは家庭をですね、大事にしてほしいななんて思う次第であります。はい、続きましてハーフパイプ平岡拓選手ですね。皆さん知ってます？平岡拓選手、この人去年捕まっちゃったんですよ。はい、ね、飲酒で当て逃げか引き逃げかなんかしちゃったんだよね。はい、ちょっと残念ですよね。
まあそんなわけで今大会には出場していませんけどもね。続きましてスキージャンプの伊藤有希選手、こちらは40画ですね、まあ、パフォーマー数の40画ですから、まあね、一般の会社員っていうわけにはいかないので、まあスポーツ選手としてはねいいんでしょうけれども、40だと突然ゼロにねなってしまうんですよこれ、選手生活も家庭も財産もそして健康も突然ゼロになってしまいやすいっていう数字なので、ちょっとね早めにご結婚されて名字を変えられた方がいいのかななんて思いますよね。はい。まあその他ね、スピード感のある13角と、そして、アスリート関係の27角っていうね、組み合わせですから、まあ、スポーツアスリートとしてはいいんでしょうけれども、ちょっと選手生命が短そうな数列ですよね。はい。今日は以上12人のメダル候補を占ってみました。まあたまた我ながら驚いたのは、今日の12人も、以前占ったフィギュアスケート選手たちも、ほぼ全員が大吉数で、なおかつ共通している数字が目立ちますよね。はい。13、15、16のアイドル数が非常に多いんですよ。あと23、25、あと27、17ね。その辺が非常に多いですよね。はい。こういうデータを集めた統計が生命判断なので、まあ我が子をオリンピック選手にしたいとかね、成功者にしたいとかね、アスリートにしたいとかっていうことであったら、ぜひ、スガッティチャンネルにお問い合わせいただいて、画数の段階からですね、こだわった育児をしてください。皆様からのお申し込みをお待ちしております。そして次回はですね、小林陵侑選手と戸塚優斗選手をですね、取り上げてみたいかななんて思っておりますので、また次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。見終わりましたら必ず忘れずチャンネル登録よろしくお願いいたします。1月21日金曜日から2月13日日曜日までの3週間、自然堂はまん延防止等重点措置の適用によりストップコロナ対策認定店のルールに従います。でも店頭占いは感染対策を徹底した上で実施しております。 LINE 占いは随時受け付けております。いずれもお申し込みは LINE でのみ受けたまわっております。お電話でのお問い合わせは固くお断りしてます。電話しないでください。それでは皆様も決して飲み歩いたりせず、どうかステイホームで健康に過ごしてください。こんだけ。Na na 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 na